イエフタの娘、ジェームズ・ティソが、イエフタ HWV70 は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1751年に作曲し、翌1752年に初演した英語のオラトリオ。ヘンデルが新規に作曲した最後の作品である。聖書の詩式、第11章のイエフタの話に基づく。イエフタはヘンデルが新規に作曲した最後のオラトリオで、ある。 1757年の字と真理の勝利は旧作の改訂版で新しく作曲された部分はほとんどない。台本はヘンデル晩年の他のオラトリオと同様トマス・モーレルによって書かれたが元の詩式とはかなり内容が異なっている。ヘンデルは1751年1月21日に作曲を始めたが2幕の作曲途中2月13日に 左目の視力が減退したために中断した。同月23日、66歳の誕生日を迎えたヘンデルは作曲を再開したものの2月27日に第二幕を完成すると再び中断した。その年の始純節のシーズンでは旧作のオラトリオを再演したが、プリンス・オブ・ウェールズが3月に休止したために中断された。 それから指定後養育院の事前演奏会でメサイアを再演し、6月にはバースとチルトナムへ投じに行くが、視力は改善しなかった。この間、イエフタは放置されていた。第3幕は6月18日に開始し、8月30日までかけてようやく完成した。自筆原稿は非常に乱れている。ヘンデルの他の曲にも増して借用が多い。 19曲を借用しているが、その多くは、ボヘミアの作曲家、フランツ・ヨハン・ハーバーマンのミサ曲集に由来し、合唱曲の大部分といくつかのアリアがその中に、含まれる。残りは、ヘンデル自身の旧作の転用である。翌七百五十二年、ヘンデルの左目は、完全に見えなくなり、右目の視力も衰えていたが、二月二十六日に、コベントガーデンで、イエフタを初演し、 比較的成功を収めた。1753年、1756年、1758年にも再演され、ヘンデル在世中に合計7回講演された。冒頭の言葉、そうあらねばならぬによって暗示される、運命に対する人間の服従を全曲のテーマとしている。モーレルはこの作品を機に、入り、ヘンデルの作品の中でも最も深淵で、 内政的な音楽であると主張した。イスラエル人は18年にわたって暗門ンン人によって虐げられてきた。民族の滅亡を防ぐためには、イエフタを指導者にするしかないと、ゼブルは考える。自分たちがかつてイボ兄弟のイエフタを追い出したことを、ゼブルは謝罪し、イエフタはそれを受け入れる。イエフタの妻マストルゲは、夫との別れを悲しむ。娘のイフィスは、 恋人のハモルを戦士として送り出す。イエフタは、アンモン人を倒すために、神の助けを求め、願いが叶えられれば、最初にあったものを犠牲として捧げることを誓う。イスラエル人たちの祈りの合唱が続く。ストルゲが悪夢を見て怯えるが、イフィスは、父の祈りに神は必ず応えるはずだと言って慰める。アンモン人との会談は決裂する。角笛が吹き鳴らされ、 イエフタの率いるイスラエル軍は戦いに向かう。イエフタの帰還ジョ序盤にアントニオ・ペレグリーニカクケルビムやセラフィムの軍勢の助けにより、イスラエルは勝利を得た。イフィスは父に会うための準備を急ぐ。イエフタは、戦いの最大の功績者は神であると歌う。シチリアーナ朝の感想曲に続き、イフィスを先頭にして、乙女たちがイエフタを迎える。イエフタは、絶望に陥る。 誓いによって、娘を犠牲に捧げなければならないことを、イエフタは、人々に説明する。ストルゲは怒り、ハモルは、自分が身代わりになると主張する。ゼブル・ストルゲハモルイエフタのヨエショーに発展する。話を聞いた、イフィスは、イスラエルの勝利に比べれば、自分の命は大したものではないという。イエフタはその言葉にさらに苦しむ。 神の定めた運命の過酷さを壮大な合唱が歌う。イエフタはイフィスをまさに犠牲に捧げようとし、天使が娘の魂を天にあげることを祈る。イフィスは地上の世界に別れを告げる。しかし神官たちはためらい、神の印を求める。明るい感想曲に続いて天使が現れ、誓いは守られなければならないが、イフィスの命を奪う必要はなく。 その代わりに一生を神に捧げられた処女として過ごさなければならないと伝える。イエフタと神官たちの合唱が神を称える。ゼブル、ストルゲ、ハモルはそれぞれの立場から祝辞を述べる。イフィスとハモルの二重章は五重章に発展する。華やかな合唱で全曲を終える。ありがとうございます。